皆さんこんにちは、ちゆきです。今日はですね、生徒さんで、体幹トレーニングをやりたい、というリクエストが多かったので、私がよくお家でやっている体幹トレーニングをアップしたいと思います。5分間にまとめて、アップしているので、ぜひ一緒に楽しくやってみましょう。ちょっと辛いなって思ったら途中で休憩を挟んでも全然大丈夫なので、楽しくエクササイズしましょう。それでは5分間の、体幹トレーニング一緒にやっていきましょう。最初は、ワイドスクワットからやっていきます。足を大きく開いて膝を外に開きながら尾低骨を垂直に落としていきます。これは内転筋を鍛えるスクワットなので、お尻ですね、後ろに反らないように注意してください。で、上に上がるときに、お尻を締めながら息を吐きながら、かかとで押し上げる、かかとで押し上げるような意識で上がっていくと、内転筋に効いてくると思います。で、上半身がですね、力まないように、ただ、前後にぶれないようにも気をつけながら、やってみてください。下がって上がる、はい、もうちょっとです。もうちょっと頑張ります。はい、そしたらちょっとリラックスします。次ですね、次はワイドスクワットの応用です。ポジションついてワイドスクワットから入ったら、かかと上げてそのままプッシュアップ、膝曲げる、かかと戻す、リラックス、これを繰り返していきます。で、この注意点としては、尾低骨を垂直に、押し上げて下げる、で、そのまま押し上げるっていうのを意識して、お尻が反らないように注意してください。で、お尻を締めるような意識で行うと、このお尻が反らないと思うので、それを意識しながらやってみてください。これはですね、意外と難しいです。難しいので、バランスを取るのも難しいと思うので、ゆっくりゆっくり行ってください。もうちょっとです。はい、お疲れ様です。次ですね、次はプランクの状態に入ります。下にあるヨガマットを使います。はい、プランクの状態ですね、肘を肩幅ぐらいに開きながら、左右に腰をひねって脇腹に負荷がかかるところまで落としてください。脇腹ですね、ここにグッと負荷をかけることで、ウエストラインにも効いてきます。もちろん腹筋にも効いてきます。素敵なウエストラインをつけるために頑張りましょう。これもですね、辛い方は休みながら行ってください。で、息をですね、しっかり吸って吐いて吸って吐いて、呼吸を止めないようにしながらやってください。横に行くときに吐く、吸って吐く、吸って吐くっていう感じですね。はい、頑張りました。次ですね、はい、ちょっと休憩します。はい、次は何かな、何をやるのかなということで、また四つん這いじゃなくて、はい、プランクの状態から膝をですね、脇腹まで引き上げてきます。息を吐きながら引き上げてきます。はい、これですね、案外きついです。案外きついので、だんだんお尻が上がってきちゃうんですけれども、私もちょっと上がっちゃってるかもしれないなっていう感じなんですけれども、なるべくですね、腰を、上げないようにすると腹筋に効いてくると思います。はい、腹筋は脇腹ですね、ウエストラインにバッチリ効いてくるので、これも息を吐きながら頑張ってやってみてください。はい、もうちょっとです。はい、 OK、 はい、リラックス。はい、次、最後ですね、最後は四つん這いの状態から、左手を上げるときは右足、右足を上げるときは左足を上げて、手をアップダウンアップダウン、手と足をアップダウンさせていきます。で、この時にですね、腰が反りすぎないように、お腹も締めて行ってください。で、背筋もこの時に意識して、しっかり腹筋と背筋で、体の軸をですね、保ったまま、手と足を上下させていきましょう。ここも
この時もですね、呼吸は止めないように逆いきます。逆いきます。はい、上げて下げて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 。これですね、寝起きでもできるぐらいのやつなので、ぜひお家でやってみてください。何気にですね、簡単そうで、バランスを取るのが難しかったりしますね。はい、バランス感覚も身についちゃう。身についちゃう。はい、もうちょっとです。はい。はい、お疲れ様でした。よく頑張りました。私の運営するアイランドオンラインでは、朝10時からのトレーニング、朝トレもやっています。楽しく踊ってエクササイズしたい方はぜひご参加お待ちしております。無料体験2週間もあるので、概要欄からリンクで飛べますので、ぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャオ。